で、ムドリクに関しては太ももの違和感で交代って言ってたんだけど、ちょっとで疑ってるのは普通に出てきちゃったじゃん、次の試合も。で、ムドリクはね、多分、知性がチェルシーの中で抜けて低い可能性があるというか、ウィングの中で。なんでかっていうと、ムドリクだけ、ここのウィングからこう行くプレスが遅かったりとか、プレスバック遅れてたりとか、全体的に約束守れてないシーン多いのよ。得点シーンで結構ごまかされてるけど。 で、マートセンになったらすげえちゃんと守備するし、戻るしみたいな。で、スターリングもやるしみたいな。で、ムドリック、この間途中通りだったから、まあ正直モチベーションとかもあるし、そういう局面ないから、ちょっと分かりにくかったけど。で、ムドリックってさ、インスタの投稿も変なのしちゃったりとか、そういうエピソード多いじゃん。で、そこってマジでつながるんだよ。私生活がそういうパリピ系というか、なんかそんな感じだと、本当にね、実践でもなんか分かったなあったなみたいな、あるんだよね。 それをムドリックにすごい感じて、でもムドリックってそういうのでめちゃくちゃ外から攻撃されるじゃん。あと監督としては、俺も自分のチームそういう選手だったらそうするんだけど、交代の理由をね、ドキュメントだから、うちはばれちゃうけど、後々バレるのはいいとしても、その表向きには太ももの違和感って発表して、実際は戦術的な理由って俺めっちゃあるなと思って。っていう、あのー、目線を持って見てますね。でもこれでチェルシア派の人に嫌われたら怒られちゃったりするかもしれないけど、まあ。 それでね、そこをビビって言わなくなったのは、レオザフットボールじゃないですか。ムドリックはどうなんだろうね。だから、あそこほん、ね、取ってたら、アーセナル来たらどうなってたんだろうとか、なんかあるけどね。でも、あの時言ったみたいに、2年後、3年後見るんだったら、ね、マルティエニもそうじゃん。不器用だったけどさ、メンタリティいいから、やっぱどんどん改善されてて、今、めっちゃいい選手になってるじゃん。矢印見えなかった選手は。そういうふうにムドリックもなってたかもしれないんだけど、 ただすぐ取るんだったら三笘の方がいいし、まああの時トロサルになってトロサルの方がいいよっていう。そう、これから変わるとね、まあサポーター信じた方がいいですよ。僕が自分が出会ってきた選手とか、その自分が見てきた選手が本質的に変わるっていうのを見てきた経験が少ないんで。そう。で、ムドリクの場合は、ちょっと、やばい行動がまだ目につくから。